こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケイタニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。静岡の皆さん、こんにちは、ケイタニーです。本日もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速紹介する前に、今日もスペシャルゲストをお呼びしています。静岡苦手合唱団の皆さんです。どうぞ。西部、中部、東部、伊豆、静岡苦手合唱団。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。富士市にお住まいのラジオネームカリ X 面さんの苦手です。私は仮面の試験が苦手です。今免許を取るために自動車学校に通っているのですが、クランクや坂道発進、縦列駐車などやることが次々に出てきて処理しきれず、すぐにあたふたとなってしまいます。この気持ち一体どうすればいいでしょうか。というわけで、本日の苦手は仮面の試験が苦手。その苦手、しっかり受け止めました。どうして仮面はいろいろとやることを出してきて、こちらをあたふたとさせてくるのでしょうか。早速僕と苦手合唱団が仮面の心の声を聞いてきました。おや、合唱団の皆さんがオペラの衣装を着て何十人も舞台の上に集まっています。それでは仮面に代わって歌っていただきます。静岡苦手合唱団、仮面カルメン。今日はなんて良い天気でしょう。仮面日和、乗り込む前の安全を確認します。椅子の調整にバックミラー、シートベルト、エンジンをかける。前も油断はできる。仮面、坂道発進、最初の試練。仮面、クランク、 S 字徐行で運転。仮面、駐車優雅に決めて。仮面、車体の感覚抱きしめて。というわけで、仮面はオペラ仮面カルメンの上演をしていたことが分かりました。 S 字カーブや縦列駐車、いろいろな登場人物がそれぞれの出番が来るたびに突然パワフルに歌い出すために、聴いてる方は毎回びっくりしてしまうのですね。事前にオペラ全体の流れを何度も想像して、どこで誰が歌い出すかが分かってきたら、びっくりする気持ちも少しだけ減っていくかもしれません。いずれにしても安全運転が第一。仮面カルメンの団員の皆さんと一緒に応援しています。そろそろお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきありがとうございます。苦手レスキュー999、また来週この時間にお会いしましょう。苦手レスキュー、トリプルキュー。